ヒッペリシンは音切り層に含まれる暗赤色のアントラキノン系天然色素である。ハイパホリンとともにハーブの西洋音切りに含まれる主な生理活性成分の一つである。そばに含まれるファゴピリンはヒッペリシンの2および5位にピペリジンが結合した誘導体で同様に光増感効果を持つ。光照射により冷気された色素分子から 冷気エネルギーが化学反応を伴わずに他の分子に移動して高化学反応を起こす作用を光増感作用といい、構造感作用を持つ色素を光増感色素という。ヒッペリシンは天然の光増感色素であるため、ヒッペリシンを含む音切り相続を食べた動物は皮膚が光に敏感になり摂取後に光に当たると時には痛みや失神。 不死を生じて体温が上昇し死に至ることもある。このようなヒペリシンの体内摂取によって抗栓過敏になり皮膚等に症状が出ることをヒペリシズムというファゴピリンを含む蕎麦も同様に抗栓過敏を起こす。ヒペリシンは体に投与されると主要細胞に多く集積することから主要細胞の標識として用いられることがある。またヒペリシンは がんの光線力学療法の光増感剤としての利用可能性が研究されている。ガンの光線力学療法とは、構造管剤を集積させた腫瘍に特殊なランプやレーザーによって特定の波長の光線を照射して活性酸素を発生させて腫瘍細胞を死滅させるがんの治療法である。ヒッペリシンは高レトロウイルス作用を持つことが知られている。ヒッペリシンは プロテインキナーゼ C の活性を阻害する作用を持つ。ヒッペリシンは、ドーパミンベータ、モノオキシゲナーゼの活性を阻害する作用を持ち、血液脳関門を通過することから、血液中に取り込まれると、脳や中枢神経系において、ドーパミンの濃度を高める一方、ノルアドレナリンやアドレナリンの濃度を低下させる、可能性がある。1941年に、 ペースと末期ニーによって単理され、ブロックマンによって1952年に構造決定、1957年に全合成された。カタカナ表記した場合、ヒペリシンと似た名称ながら、全く別の化合物がいくつか存在する。例えば、ピペリジンは、6因間の複素管式アミンである。また、ピペリシンは、調査脂肪酸のアミドである。ありがとうございます。